いや、それはね、なんで好きかって理由が説明できれば誰も苦労しないんで、はい、なんであなたはこの女の人が好きですかなんて説明ができないのと一緒ですよ、はい、好きなものは好きしか言いようがないですね、はいはいはい、まあ乗り物好きって大体男の子そうじゃないですか、うん、はい、まあ、中に女の子で好きな人もいますが、はい、まあ大体こう男の子たちってのは子供の頃から乗り物が好きでしたと、はい、で私は自動車も好きだし自動車、飛行機も、はい、船も、はい、鉄道も、はい、何でも好きですけどね。あ、なるほど。船ってそんなめったに乗る機会ないし、はい、飛行機はしょっちゅう乗りますけど、はい、まあまあそれなりの面白さはありますが、はい、鉄道みたいな多様性はないですよね。でもう自動車は日常乗るんで、自分が運転して楽しいなっていうそういう感じで、はい、楽しみ方それぞれ違いますよね。なるほどなるほど。これはもう究極の乗り鉄兼飲み鉄。飲み鉄、ああ、はい、だから流派は、はい、乗り鉄、取り鉄、読み鉄と、まあ、大きく分けてこの3つなんでしょうな。そうですね、はい、だから乗るのが好きな人、はい、写真撮るのが好きな人、時刻表を読むのが好きな人って、まあ、はい、この3番でしょうね、はいはい、だからその私はもうとにかく乗ってればいいと。なるほど。でまたそこもですね、はい、SL 派と、はい、客車派と機動車派に分かれるわけで、はい、で私はもう断然客車派。客車派ですか。なんでしたね、はいはい、うん、だから蒸気機関車はあちこちもくもく煙が入って走ってました、はい、普通列車は大体蒸気機関車が牽引しておったんですけどね、はい、でもそのそうであるがゆえに、はい、蒸気機関車ってそんな珍しいものでもなく、当たり前に走っておると、はい、でむしろ我々がこう子供だった昭和30年代、はい、40年代っていうのは、初めてディーゼル特急っていうのを経験しましたんですね。なるほど、はい、それは博多から、はい、京都までっていうのがものすごい長い距離を走る、はい、14両編成ぐらいでしたよね、はい、特急松風っていうのは、はい、松風ですね。これは小学校に上がる前じゃないかしら。私昭和37年とか、はい、ごめんなさい正確に記憶してませんが、はい、多分特急松風が参院選に入ってきたっていうのは、はい、昭和37年ぐらいじゃないですかね、はい、これはすごいことでしたね、はい、ですから初狩りなんかでこうね、はい、ボンネット型でしたけども、はいはい、ジーゼルカーでも特急ってあるんだっていう感じでしたからね、はい、だから急なるものが自分の街に来る、はい、非常にその、はい、なんていうの、はい、衝撃的というか、はい、感動的というか、はい、な感じでしたね。8人系ですね。あ、なるほど、はい、それはもうすごかったですね。あ、だから非常にその特別感、はい、だから今急行なんてなくなっちゃって、はい、みんな特急ですけど、はい、本当に当時ははい、特別な急行、はい、特急の名前そのもので、はい、そりゃもう見るのもワクワクしたし、はい、年に1回か2回乗れる時はもう本当に前の晩狙えなかったですね。それはねやっぱりこう急行出雲で、はい、昭和38年11月だったと思いますがね、私小学校1年生でしたが、はいはい、上の姉が東京で結婚するので、はい、東京まで来ますと、はい、その時にこう下の姉と一緒に、はい、鳥取から、はい、東京まで急行出雲に乗ったっていうのはこれは鮮烈な思い出ですね。なるほど。で、あとはこう特急松風なるものによって、はいはい、食堂車食堂車ですか、はい、食堂車で、はい、ビーフシチューというものを頼んでですね、はいはい、なんか親とか兄弟が頼んでるんで、はいはい、なんか美味しそうだと思って頼んだら、はい、こうシチューなのに、はい、大人の味で全然甘くなくてですね、クリームシチューみたいなものを想像してたんで、なるほど、はい、でこれがその何でしょう、こう温度棒かなんか使ったシチューで全然甘くないっつってですね、はい、がっかりした思い出はありますけどね。
それはね、もう今から30年も前のことですから、はい、まだこう JR なんて言わないで、はい、日本国有鉄道と言ってた時代ですがね、はい、当時は飛行機代なんて国から出なかったんですよ。あはははは、出たとしても、はい、2往復分ぐらい出るぐらいだったんですかね、はいはいはい、でその当然1回生とか2回生とかそんな頃ですから、はい、もう本当にこう週に3往復4往復してましてね、はい、で飛行機代なんか1往復しか2往復しか出ないし、はい、それはもう国鉄に乗る、はい、当たり前のことですよね、はいはい、でそれでこう昼間の特急なんか使ってると、はい、新幹線と組み合わせても、当時は片道7時間かかりましたから、ね、あ7時間、はい、もうなかなかそういうわけにもいかんね、はい、いうことで夜行列車を頻繁に使いましたね。多い時は4番連続で乗りましたね、はい、その寝台特急で帰って、はい、で何か所か演説をするとか、はい、企業訪問するとか、はい、それでその鳥取は当時1日3便しか飛行機飛んでなかったですからね、はい、どれかの飛行機に乗って東京行くと、はいはい、で国会にも出るとあなるほど感じですかね、はい、あるいはその逆ね、はいはい、今度は夜遅くまで鳥取にいて、はい、夕方の飛行機で帰って夜遅くまで鳥取にいて、はい、それでその夜行列車で東京上がるとかね、はい、なるほど、そんな組み合わせ、はい、もちろんその夜行特急だけじゃダメなんで、大阪行きの急行大船とかね、大船ですか、はい、大阪行きの夜行特急バスとかね、はい、そんなものをいろいろ組み合わせて乗ってましたね、はい、それはね、はい、特急出雲の、はい、あれは25系を使ってたのかな、25系、はい、25系だったか14系だったか、はい、どっちでしたかね、はい、それが個室寝台をつないでたんですね、はいはいはい、で最初議員になった頃は寝台券って、はい、国から出なかったそれ宿賃でしょとか言われてです、ね、ああなるほどなるほど、そうですね、で、はい、だから寝台券自分で買って乗ってたんで、当然 B 寝台の上段が一番安いからそう思ってたんですけど、はい、途中から本当に国民の皆様あたりにご負担をいただいて申し訳ないんですが、はい、寝台券も国から出るようになってですね、で A 寝台個室なぞというものに乗れたんですよ。なるほど、はい、でこれはね、すごくてね、はい、ビデオデッキがついてたんですね、車内に、うん、はい、こう VHS の、はい、ガシャって入れてですね、でこれがついてた、はい、でシャワーもこう、はい、シャワールームがあってシャワーがついていて、はい、でもう乗るとですね、はい、その駅で買い込んだビールとか、はい、日本酒とか、はい、ウイスキーとか飲みながら、はい、そのビデオを見ていた。あ、なるほど。これはもう二度と戻ってこない夢の時間でしたね。なるほど。当時当選1回2回でね、選挙も大変、はい、でまだこう議員としての経歴も浅くて、はい、もうひたすらお願い、はい、でなんかこう陳情を受けても、はい、なかなか自分でもこなしきれないような案件も多くてですね、はい、ですごい辛かったですよ、はい、でもう男家に帰ってるともう心身ともに疲労困憊、はいはい、でそれで鳥取から、はい、出雲の個室に乗ると、ふっと世界が変わってね、はい、なんかこうスイッチが切り替わるようなところがあって、なるほど、うん、そこで蘇生したというか、はい、蘇るというか、で東京出てましたね、はい、逆もそうで、当選1回生2回生はこの年が若かったせいもありますけど、はい、そんな仕事がバリバリできるわけでもないし、はい、結構落ち込んで、はい、東京駅から夜行列車に乗る、はい、そうするとまたこう夢の空間が待っているってな、そんな感じでしたね。だから、はい、あの時に夜行特急で移動してなかったら、はい、今の自分はなかったかもね。ああ、なるほど。